ストレスにはギャバチョコレート、なぜストレスにはギャバチョコレート、なんだだってストレスを低減するギャバ成分が入っているから、ストレスにはギャバチョコレート。なぜ睡眠にはなぜ睡眠にはギャバチョコレート、ギャバチョコレートなの、だって睡眠の質を高めるギャバ成分が入っているから、睡眠にはギャバチョコレート。お願いします。みなさまさんです。お願いします。ご苦労様です。終わらせるように頑張ります。なぜ睡眠にはギャバチョコレート。わかりました、はい、じゃあそんなガンガン見せるってあれじゃないですか、はい、はい、皆さんすごいですよ、はい、本当に宮藤さん、商品の位置を一度お願いいたします。はい、ここはい、じゃあそこでお願いいたします。では本番スタンバイです。昨日から皆さん練習してやってるんですね。なので申し訳ないなと思って変な汗が出ております。パジャマになりました。イメージ的にはそうですね。寝ちゃいそうです。読んで伸びです。はい、これどうですか。よし、彼が数えてくれます。はい。はい。よー。はい。1、2、3。よし。うん。よかったかもしれない。カット。カット。カット。はい。じゃあ、みやぞんさん、本日の撮影以上になります。皆さん、お仕事まで感謝いたします。どうもすいません。もうね、本当に一緒に出ていただいてる共演者の皆さんが本当に頑張っていただいて、なんか本当に2日間かけてですね、ガチッとこう固める感じだったんで、もう僕がミスれないなっていう緊張感あったんですけど、周りがですね、気にしないでください、私たち楽しくやってますからって言っていただいて、なんかすごい環境の中でなんかこう CM 撮影できたなっていうのがね、嬉しかったですね。今回はやっぱ割とコミカルでミュージカルみたいな感じだったんで、そこがやっぱりこう前回と今回での違いかなっていうところは明確になりましたよね。今回はミュージカルな感じでイエイっていう感じでやって、なんかこう映像を見てても、なんていうんですか、演出がものすごいなっていう感じがしましたね。舞台やってる感じでした。今回はミュージカルやってる感じでした。今まではもう仕事必死必死っていう感じだったんですけど、少し余裕ができたかなっていう感じで、なんかすごい楽しんでやれてる感じがしますよね。なんかすごい必死必死でもう全力全力 100%、 120%、 いや 150% で仕事っていう感じだったんですけど、今もう 60% ぐらいで仕事してます。ごめんなさい、いい意味での 60% は良くないのかもしれないですが、はい、少し余裕を持ってって意味でやってます。秋は本当に紅葉とかって見に行き、ロケとかで行くんですけど、本当に自分で見に行こうっていう風に行った時はないんですね、まだ。なんかこう、まあもう34なんですけど、なんかこれ紅葉の魅力に最近なんか分かってきた気がして、それを見に行きたいなっていうのはありますね。で、落ちてる葉っぱとかちょっと拾ってね、なんかいいじゃないですか、部屋のところにちょっと飾るでも。なんかそういうのってなかなか男性とか若いうちってそう思わないんですけど、最近年なのか分かりませんけども、そういうのいいなって思いましたよね。奥山にもみじ踏み分けね、泣く鹿のその、ね、想像たるやいないやみたいな、そういうことわざじゃないですけども、そういう感じの風情が分かってきましたよね。ちょっとこうチョコをポッとね入れるだけで、はーってねリラックスできるような、そんなチョコレートに仕上がってると思います。あと睡眠の質をね高めたいなっていう人は、ぜひこのギャバフォースリープ絶対おすすめですからね、チョコを食べてゆっくり寝てほしいなって思いますよ。ぜひお買い求めください。ギャバ